ダルシム様、私にヨーガの技を教えてください。それは何故か。強くなって民を守りたいのです。ダルシム様のように。ヨーガとは調和を導くための手段、強さを得るための力ではないのだぞ。それでも良いだろう。ありがとうございます。では。あ、いたいた。あんたがあの一度は会いたい世界七大ヨーガマスターのダルシム。ネットで噂の若。ネット。なんだお前は。今ダルシム様は。おっと、申し訳ないけど俺も急いでるんだ。なあ、そのヨーガの技ってやつを俺に教えてほしいんだ。時間はかからない。一回だけ戦ってくれたらいいからさ。若。お主は何故技を求める。言えない。だけど少しでも強くなっとかないと。頼む。一回見たら大体わかるかもって思ってたんだけどな。やっぱりそう簡単に腕は伸びないか。わか。ヨーガとは一朝一夕で身につくものではない。やっぱり。ま、でもこんな変わった技の使い手と戦えたんだ。いい経験になった。ああそうだ、有名人なら顔広いだろ。こいつ知らない？いや。そっか、ありがとう。じゃあな。よろしかったのですか。あのようなものにヨーガの技を見せるなど。あのものも誰かのために力を求めていた。技は得得できずとも戦うことで何かを得られたのであればそれでよい。これは守護神アグニへの祈りと共に放つヨーガの基礎。妙なことをやってるな。あなたは。浮いてる。これはヨーガ。ヨーガと同じに見えるのか。お主の弟子はまだまだじゃな。まさかこのような場所でお会いするとは。暇つぶしじゃ。面白い気配がいくつかあるんでな。それにしてもなぜこのような弟子を。ダメダメすぎてお主の修行の妨げになるであろう。私はヨーガを人々の助けとして広めたいと考えております。一人で道を極めることではなく、世のもの全てが調和することを目指す。時間はかかるとしても、それが私自身の修行にもなるのではないかと思うのです。ほっほ、道を極めるではなく広めるか。お主は相変わらずよの。もう行かれるのですか。ちょうど面白いやつの気配が近くにあるんじゃ。今度うまいカレーを馳走してくれ。じゃの。ダルシム様、今のは。あのお方は仙人。戦術を極めた方だ。ヨガ。ダメだ。焦りは心を曇らせる。落ち着くがよい。あの、ちょっといいっすか。うん。私は岩志ヶ浜日本女子プロレス所属のレインボーミカです。
今の火の吹き方を教えてくださいっす。プロレス？そうっす。今の技でリングを盛り上げてみんなの役に。そなたの熱き思いは分かった。戦いの中で学ぶ。ありがとうございますっす。安いものではない。今は吹けずとも、いずれそなたの熱き思いが炎となり皆の力となるだろう。熱き思い、何か掴めそうっす。ご教授ありがとうございました。見事な炎であった。ですがダルシム様のような大きさでは。力の大きさが大切なのではない。心を鍛えるのだ。技は知るべに過ぎぬ。誰かを思う心が炎となり、調和を生む力となる。その手助けであれば私はいつでも答えよう。ダルシム様。